皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回紹介するのはこちらの作品です。普通の人々、1980年の作品です。監督はロバート・レッドフォードです。まあ言わずと知れた有名な役者ですけれども、まあ監督としてもですね、他にクイズ賞、大いなる陰謀なども取っています。出演はドナルド・サザーランド、ミアリー・タイラムーア他ですね。この作品、アカデミー賞の作品賞、監督賞、脚色賞を取ってますので、まあ、ロバート・レッドフォード、まあ、初監督だと思うんですけど、これでもういきなり賞をいっぱい取ってるっていう感じですけれども、テーマはこれなんですね。家族と自分の存在意義というところですね。これ、まあ、もともと普通の人々ということで、普通の家の話だったんですけど、まあ、ただ何かがおかしくなっていったというところなんですけど、これ、家がですね、まあ、前回のイカとクジラと似たような設定なんですけれども、両親と兄弟の家庭だったんですけれども、ある日こう、兄弟のうちですね、お兄さんがヨットの事故で死んじゃうんですね。でその時に、ヨットには一緒に弟も乗っていたんですけれども、兄弟のうちお兄さんの方がもう優秀だったんです。優秀な上に性格もいいっていうところで、まあ、お母さんとかは、なんかもう、なんでお兄さんの方が死んじゃったんだっていうような考え方を持ってますし、それに合わせて弟の方もなんで僕の方が残っちゃったんだっていうことをずっと悩むわけですね。まあ、その辺のアイデンティティの崩壊みたいなところがこの普通の人々の軸になるわけですけれども、これ面白いのは当時、まあ、1980年だとまだ日本には馴染みがなかったカウンセラーっていう仕事ですね。それの、場面が結構描かれるんですけれども、まあ、この作品の中ででもですね、この弟は結局このカウンセリングにかかるようになるんですけれども、自分の話を聞くだけでお金がもらえていいねみたいなことを、まあ、嫌味で言うような感じですけれども、まあ、逆にそうやって話すことによって自分の考え方が整理していかれて、最終的にどうなっていくかっていうのはこの普通の人々の、普通の家族の、結末になっていくわけですけれども、特にですね、家族の中でも実は、父親っていうのは、必ずしも、子供たち、もしくは母親ですね、両親が必ずしも子供たちを全て、平等に愛しているわけではないっていうような事実ですね。それをまた、両親、そして子供たちそれぞれが受け入れていく、そういったことが重要になってくるわけですけれども、そういったことが分かっていって初めて、子供にとってもアイデンティティが確立していくっていうような、ことになっていくわけです。まあ、そういったことも含めてですね、かなり、まあ、ちょっとヘビーな内容でもありますけれども、まあ、淡々と見ていって淡々と感動するっていうような作品ですので、ぜひご覧になってください。普通の人々です。